のキックオフ石川はこちら。これぐらい引きました。いいですか。ちょっと硬いかも。こんにちは。今回も金沢スタジアムからお送りします。まずは税源金沢のニュースです。税源金沢は令和6年能登半島地震の被災者を支援するため募金を呼びかけました。1月13日、イオンモール白山で税源金沢の選手とスタッフが能登半島地震の被災者を支援するため募金を呼びかけました。ぜひ今日はよろしくお願いします。多くのファン、サポーターが詰めかけ、すごいたくさん募金をしたり、ね、チャリティーグッズを買い求めていました。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。僕も石川県出身なんで、その石川県のことが大好きだし、なのでその、まあ、1日でも早くその元通りに戻ってほしいというか、まあ、被災された方たちの気持ち的なところも含めて、やっぱ元気な街に戻ってほしいなと思います。自分の生まれ育っている石川県が本当に悲惨な状態になっているところを見て、やっぱり心が痛みますし、まあ、現時点で自分ができることというのは限られていますけども、しっかり今後中長期的に自分たちサッカー、そしてスポーツができることを今からどん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 模索しながら、しっかり復興の力になりたいなという思いです。集まった義援金はおよそ100万円。すべて石川県に寄付されます。できることからという話がありましたけれども、まずはこうしたチャリティーからですね。はいはい、今後も税源金沢は被災地への支援を続けていきます。では続いて新体制発表会見の話題です。選手、スタッフの皆さん、どうぞお入りください。1月11日。金沢スタジアムで税源金沢の2024新体制発表会見が行われました。この会見には新たに税源の一員となった9名の選手をはじめ、伊藤監督などスタッフも出席しました。まずはじめに和田 GM から語られた今季のスローガンとは。今年からまた新しい歴史を作っていくという意味を込めまして、新生というスローガンを掲げました。まあ、これを掲げて今年1年しっかりと戦って、J2 復帰に向けて、全員一丸となって戦ってまいりたいというふうに思っております。そんな新生税源、伊藤監督が目指す姿とは。やっぱり合理的な姿勢を見せるということはすごく重要なんです。立ち返る場所というか、やはりイニシアチブを取ってゲームを進めたいというのが、僕のやはりサッカーの方がすごくありますので、それは本当に攻撃的なところのイニシアチブもそうですけど、守備のところもイニシアチブを取れるチームになりたいなと思います。まあ、本当に、キーファクターとしては、やはり主導権を取って、ゲームを進めていく、そこにしっかりみんな立ち返りながらというところは、やりたいなと思います。群馬から加入した畑尾選手は、ディフェンダーながら得点力が持ち味です。まあ、一つ自分のストロングポイントでもあるかなというふうには思っているので、また今シーズンも、セットプレーからも得点を取れたらいいなと思いますし、そのセットプレーでも得点が取れるチームというふうになっていくと、より、難しい試合でも勝ち点を積み上げられるんじゃないかなと思うので、その辺はまたみんなとコミュニケーションを取っていきたいと思っています。即戦力になりうる、もしくは、個人個人で思いを持った選手、それが悔しさであったりとか、欲であったりとか、そういうギラギラしたもの、そういうものを持っている選手、あとは伊藤監督に徹底して、私たちも構想の中で戦術の幅を広げられる選手、その中で各選手が話してくれたような個性がピッチの上で表現できるんじゃないかなっていうところを編成の一つの基準としました。あとは人数としてはあまり多く抱えずに、新体制というところもありますし、そういったところも含めてこういった陣容人数でスタートするというところに至りました。補強のポイントの即戦力と、はい、それから思いというのは分かるんですけど、はい、戦術の幅ってどういう意味なんですか。伊藤監督の僕のイメージはやっぱりフォーメーションもいろんな幅を持つんですね。3バックだったり
4バックだったり、ワントップに2シャドウだったり、2トップだったりっていう、そのポジションを試合中に変更するところにしっかり対応できる選手、これは戦術の幅なのかなと思いますね。プレーの本当に幅が広い選手っていうのが必要なのかなと思います。新生ということで、もう J2 に戻るんじゃなくて、新しい波を作って、そのまま上昇するような新しいチームを作ってほしいなと思いましたね。お知らせの後は女子中学生のサッカーチームです。私が取材にお邪魔してきました。キックオフ西川。キックオフ西川。厳しい寒さの中、元気に活動する女子中学生のサッカーチーム、ソルティーロ・セイリョーフェル。全国大会の出場経験があり、プロ選手も輩出しています。一体どんな練習をしているのでしょうか。こんばんは、よろしくお願いします。おー、すごい、なんかカタカタって音するなと思ったんですけど、はい、皆さん何履いてるんですか、これ。はい、うちのチームではこの下駄を使ったトレーニングをちょっとやってまして、はい、体幹を鍛えたり、でまたそれをやることによってスピードアップが備わったりっていう風にしてるので、まあ、これを使って下駄をやってるんですけども、よかったら一緒にやりませんか。いいんですか、はい、できるかな、立てるかな、めっちゃ難しそうねんけど。大丈夫かな。トレーニングに使うのは一本歯の下駄、はい、長さが短いのが特徴です。かかとない選手と同じメニューを私も体験することに。おめっちゃ難しい、すごい。あ、でも意外と立てるかもしれんけど、こうなっちゃいます。あ、もうこれ大丈夫です。これで大丈夫、かかとついて大丈夫なんです。ここからスタート、はい、手の薬指をこう穴開くぐらいぐーっと自分で押してください。なんかスパイダーマン、はい、もっと、それをそのまま肘をこう、ね、後ろに引くようにぐーって引いてください。え、でこの後ろの肩甲骨のところに引いてください、もっと引いてください。ここにボールが挟まるぐらい引きました、いいですか。ちょっとカタカタいかもしれん、はい、この状態で右足をつま先立ちにしてください。はい、はい、じゃあこのままで10秒カウントしますね。1、2、3、きついんだけど、ちょっと待って、何もしてないけどきつい。1、8、9、10。もう暑い、もう暑いですよね。もう暑いです。そうなんですよ。で今やってるのは、この自分の中心、体の中心の軸をちょっと上に上げて、はい、あと、後ろの筋肉、普段使ってないところを右と左で交互に伸ばしてるところなんですね。伸びてるなって感じてました、はい、あと柔軟性も出ますし、土をしっかり踏むっていうことに関しても指先に力を入れるっていうのが大事なことなんで、すごく重要かなと思ってます。どうですか、ギターのトレーニングは。そうですね、なんか普段使わないような筋肉とか使ってるので、足が速くなったとか、アップでするんで足軽いなって感じたりとか。なるほど、そういう。なるほど、足速くなるのめちゃくちゃいいですね。ですね。それぞれに良い変化を感じていて、面白いトレーニングだなと思いました。小学生時代にサッカーをしていた女子選手が中学生になると辞めてしまう。中学生の女子チームは男子に比べて圧倒的に少ないという現実があります。中学校の部活の中でもやってる女の子はいるんですけども、やっぱりどうしても男の子の中では身体能力の差が出て、ちょっとプレーが思うようにできなくなってきたっていう話も聞きますし、まあ、その中で女子のチームだけに特化した我々のところに来ていただいてプレーする頃も、まあ、います。県外の強豪クラブであったり、試合を見に行く機会を設けたりして、まあ、レベルアップを図ったり、意識をちょっと変えていくっていう取り組みを、まあ、してますね。一人でも多くの女子中学生が競技を続けられる環境を整え、選手たちの未来を見据えた遠征も積極的に行います。去年神戸にて女子プロサッカーリーグの試合を観戦。チーム出身の北川光選手をはじめ、プロの世界に刺激を受けました。日本のトップの試合がこれだけ激しいってことがまず一番の印象で、自分たちのレベルじゃまだまだ足りないところとかもいっぱいあるので、自分たちがそれぐらい国選手リーグでできるようになれば全国でも戦えるようになるのかなって思いました。これからの目標や夢を教えてください。目標は来年は全国大会に出ることが目標で、自分の個人としての大人になってからの目標としては日本代表になってワールドカップとかに出れる選手になりたいです。いや、楽しみ。応援してます。ありがとうございます。
はい、こちら実際にいただきましたネタ、トレーニングしてくださいということで頑張ってください。僕もこれ、ね、収録前にちょっと剥がしてもらったんですけど、こう体にこう1本、ね、こう線が幹がこうあるようなイメージで、まあ、これを最初はアップに取り入れる、はい、そこからトレーニングに入るとやっぱり軸を持ったままトレーニングできるので、いろんなトレーニング方法があるし、ものすごい面白いものを取り入れてるなと思いましたね。ではまた来週です。せーの、キックオフ石川。